県内きょう新たに新潟市で31人、三条市と燕市で4人など合わせて52人の新型コロナウイルス感染が発表されました死亡した人や重症・中等症の人はいませんでした一方、三条保健所管内の高齢者・障害者施設で新たな集団感染が確認されています。